ラウロラクタムは大環状ラクタムのグループに属する有機化合物である。主としてナイロンマイナス12やコポリアミドなどのエンジニアリングプラスチックの原料として用いられる。ラウロラクタムは12アミノドデカン酸の誘導体だがシクロドデカトリエンから作られる。シクロドデカトリエンは水素化されてホロワール肝のシクロドデカンになる。ラウロラクタムの製造では放酸と繊維金属時を 例えば、サクサンコバルトの存在下で空気、または、酸素でシクロドデカンを酸化することにより、シクロドデカノールとシクロドデカノンの混合物を得る。この混合物は、同接触触媒状で、定量的に脱水素化され、シクロドデカノンになり、ヒドルキシルアミンと反応して、シクロドデカノンオキシムになる。オキシムは、共産の存在下で、ベックマン手に入れ、ラウロラクタムに転移する。 別の製造法は無水塩化水素の存在下での塩化ニトロシルによるシクロドデカンの光ニトロソカである。得られたシクロドデカノンオキシムを濃硫酸で抽出し、摂氏160度に加熱してラウロラクタムに転移させる。全体の収率は最大93%である。ラウロラクタムは水に不要の結晶性固体である。工業用品質のものはベージュ色だが、 純粋なものは白色である。多くの有機溶媒、例えば1、4、ジオキサン、ベンゼン、シクロヘキサンに溶ける。生成は従来の多段減圧蒸留で行われる。上流と溶液、または溶融状態からの結晶化を組み合わせると非常に高純度のラウロラクタムが得られる。ラウロラクタムによるリスクは低いと考えられている。モノマオ、 ナイロン -12 に重合させるには、快感重合が使用される。反応はカチオン、またはアニオン開始剤、または水を用いて行われる。酸によるカチオン重合は、最初に、オープロトン化が起こると考えられる。反応性プロトン化窒素へのモノマーの嗅覚攻撃と、それに続く一級アミンの連続的な快感アシル化により、ポリアミドが形成される。 摂氏300度減圧下での水の添加により、モノマーのラウロラクタムの快感10号は、最初にプレポリマーへと進行する。このプレポリマーは、その後の重粛号で上圧、または減圧、約摂氏250度で高分子のポリアミド11、CON マイナスへと反応していく。ラウロラクタムは、コポリアミド6、12製造のために、イプシロンカプロラクタムと共に使われる。 ありがとうございます。